どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、クラブが動いてないのに体使ったって当たるわけないでしょっていう動画を撮っていきたいと思います、うん、これなぜ撮ろうかと思ったかと言いますと、クラブヘッドが動いてない、そもそもクラブが動いてない、動かせてないのに体ばっかり動いてリードして、クラブが振り切れてない、戻ってない、振れてないっていう状態になってる方が、すごく多いので、この動画撮ろうかなと思って撮っていきたいと思います。で、この動画をですね、最後まで見ていただきますと、ビターンってまっすぐ戻るようになりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ、久しぶりにちゃんとやりました。ですね、まず僕が言いたいのは、番手関係なくクラブがここに6時にこうやって戻ってきてもらいたいんですよ、やっぱり。ただそれが体を回転すると一気に打点がここに移動するんですね。やっぱ体の正面にクラブを持っていきたいので、ここ正面です、アドレス取ってる、ここ正面です、だけどトップまで行くんで、ここからクラブが単独行動しますよね。で、単独行動した分この遅れができるじゃないですか。それをキープしたまんまこうやって戻るんで、ちょっと遅れた状態でインパクトしやすいんですね。それを余計に体を回転したらもっと遅れるわけじゃないですか。なんでクラブがインパクトで6時を刺しませんよ、刺しづらいですよってことなんですよ。これを例えば、じゃあ単純に6時に戻すだけだったら、体回転しなかったら優しいんですよね、簡単に戻しやすい。でもそれだともちろん距離が出せないんです。なので体の回転を使ってよりクラブを速く振らなきゃいけない、こういうふうに。でも体の回転を加えるとスピードが今上がった、プラス遠心力もかかるんで、グリップが軽くてヘッドが重いので、クラブが振り遅れっていう動きになってしまう、遅れを作っちゃうんですね。自分のここで振りたいよっていうところから、クラブがこれだけ遅れますよってことになるので、それを取り戻すためにさあ何やるかっていうことがめちゃくちゃ重要なんですよ。で、ちなみに平井は何やるかって言ったら、こう戻すんですよね。こうじゃないですよ、プレーン上にこう戻すんですよ。それに体回転しますよ。こうなりませんよね、腕だけ体つけますよ、まっすぐ戻りますよ。そうだから、アーリーリリース、やる前からアーリーリリースって言ってる人いるんですよ。やってから言って本当にちょうどよくなっちゃうんです、ちょうどよくなっちゃうから、プラス遠心力で遅れちゃうでしょ、うん、だからこうやって戻そうとしてなかったら戻りづらいんですよってことを自分のスイングの中で分かんなきゃいけないんですよ、自分が今どうなってるのか。でプラス振り遅れて遠心力がかかると、前も言ったようにこのままこうやって遅らせます、そうするとこうやって開くんですよ。だから遅れるプラス開くでグッバイになるんです。出来上がりましたね。そうだね。そうなんで、そういう理解があると、それをやらないようにしよう、振り遅れないようにしよう、フェイスを開かないようにしようっていう動きを優先的にできてるかどうか。体を回すこと、クラブを振ることが優先ではなくて、インパクトでしっかりとまっすぐに戻ったしたら、次にその飛距離じゃ物足りないから、そのまっすぐ戻ったものを自分の飛ばしたい距離までクラブのスピードを上げて飛距離を出していく作業で、それプラス球の強さだったり重さだったり勢いをつけたいんだったら、じゃあ体を今度つけましょうかってなってくるんですよ。順序が必ずあるので、その順番を守っていただければ、右も左もなかなかこう飛ばなくなってくるんですよね。そういう意識を持ってあげた方がいいですけど、よくその僕レッスンの中で、ヘッドを出してください、ヘッドを振ってくださいって言うんですよ。まあ動画でも言ってると思うんですけど、ヘッドを動かしてくださいって。ヘッドを出すとまだ左に飛ぶと思ってヘッドを出さない方がいる。左行っちゃうから、出さなかったらね、出したら右行くっていう動画、まあ前やってると思うんですけど、左に悩んでる、チーピンに悩んでる人とかは結構多いんですよね。ヘッドを出さない
左行っちゃうからっつって余計チーピンするんですけどね。でそれをなんでチーピンになっちゃうかっていう動画をちょっと皿の方でやりますけども、結局その、まあ、自分で打ってるか打ってないかっていうことになっちゃう、まあ、それを詳しくやらせていただきますけど、ヘッドを出したら正しく出したらこうやって出したら絶対左にはいかないんですけど、これが出ないんで左に行っちゃうっていう原理がそもそもあるんですよね。まあそれ打ってみないと分かんないんですよ。今日の方なんかマンマだったんだけどね、もうほんとその通りだったの、考え方もそうだったの。え、出したら左行くんじゃないですかって、じゃあ出してみましょうって出したら右しか行かない。でその方は左のチーピンで悩んできたの、はいはいはい、そうで右に悩んで帰ってったっていうだからあの、まあ、直してあげてよ直す、うん、まあ右に悩むっていうかミスが今度右になっちゃったの、まあ、10球ぐらい打って7球ナイス出て、うん、ミスといえば右ですねってなった。そうほとんどまあいい球出てたんだけど、俺カウントしたの、うん、50球ぐらい、うん、50球ってまあまあ長いんだけど、そうだ、ね、50球カウントしたの、うん、50球中左飛んだら1球だから、あと全部ミスは右。それの方が直しやすいんでしょ。直しやすい、左の方が大変なんでしょ。そうだから1回右にしなきゃダメ。あ、そうなんだ。やっぱそう、もう結局左に悩んでる人ってマン詰まりしてるからね、頭の中、はあ、自分の考え方、うん、わがまま、うん、欲、うん、理論、うん、もうやばいからすっぽんでも取れないんだから本当にそう、うん、そんぐらい詰まってるから。だから右の人ってめっちゃくちゃあのいい意味ですっからかんなのよ、うんうん、そのただ振り遅れてるだけだ振り遅れてて開いてるだけ。そう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 、だからあのすごく入れやすいんだけど、うん、左の人ってまあまあやばいから、うん、結構詰まってるから、そう、そういう意識がこうなんだろう、変わってくるだけ、考え方が変わってくるだけで結果が変わってきますんで、まあ、その意識をぜひお願いします。このクラブを動かす動かさないって本当にイメージの問題になっちゃうんですよ。最初にクラブを動かしたら左行っちゃうイメージってなっちゃったら、本当にそういうイメージが湧いちゃって中途半端に出したら、中途半端に出すってことは出せてないんだけど、そしたらそれ左行くのね。だけど自分で出したつもりだから、出したらやっぱ左行ったっていう人が多いの。今日の人は俺ね、あとね15倍出してくださいって言ったのそしたら出せば出そうでやっぱ左行かないんだよね。で飛ぶんだよね。で上がるんだよね。でスイング綺麗なんだよね。こうなるから、はあ、そうだ、悪いことありましたかっつって、うん、ないですっつってたないんだよね。そうだからヘッド出すってもちろんね、その場のその方のやり方っていうのもあるんだけど、うん、それが正しくできてくるといい球が打てるようになります。でワンナップグローファーそれやってますだからヘッドを止めるっていうのはダメだから、うん、そうだね、そうヘッドを出さなきゃダメだから、うん、ダメだからその意識でぜひ練習に取り組んでみてください、はいはい、で今回はですね、必ずヘッドを出してくださいっていうもう切なる願いで動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください